これから、懲戒試験を始めます。懲戒試験のページを見てください。J テスト、実用日本語検定、音量調整 J テスト、実用日本語検定、音量調整 1J テスト、実用日本語検定、音量調整2 J テスト実用日本語検定音量調整 3J テスト実用日本語検定音量調整これで音量調整を終わります。これで音量調整を終わります。聞こえない人は手を挙げてください。 これから聞くテストを始めます。1写真問題写真を見てください。はじめに質問をします。それから文を4つ言います。4つの中から一番いいものを1つ選んでください。文は 一回だけ言います。では、例題をしましょう。例題の写真を見てください。これは何ですか 1>, ?1、コップです。2、椅子です。3、ノートです。4、鉛筆です。 一番いいものは1ですですから例のように1をマークします問題は1から4までありますでは始めます A の写真を見てください 問題1。これは何ですか ?1。ビールです。2。万年筆です。3。手紙です。4。メガネです。B の写真を見てください。 問題2、ここはどこですか ?1、お風呂です。2、交差点です。3、銀行です。4、玄関です。C の写真を見てください。 問題3、これで何をしますか ?1、歯を磨きます。2、エアコンをつけます。3、字を消します。4、花を植えます。D の写真を見てください。 問題4、女の人は何をしていますか ?1、切手を貼っています。2、海で泳いでいます。3、道を歩いています。4、ギターを弾いています。 二、蝶読解問題。問題用紙を見てください。はじめに質問をします。それから話を聞いてください。問題用紙の1、2、3、4の中から一番いいものを一つ選んでください。文は 1> 1回だけ言いますでは例題をしましょう例題を見てください男の人と女の人が話しています男の人のカバンはどれですか私のカバンは 黒くて大きいです。これですかええー、そうです。男の人のカバンはどれですか一番いいものは4です。ですから、例のように4をマークします。 問題は5から7まであります。では始めます。いい、e、を見てください。女の人と男の人が話しています。問題5学校は いつからですか学校はいつからですか ?8 日からです。え土曜日からですかいいえ、8日、水曜日からです。あ、そうですか。問題五。学校はいつからですか F を見てください。女の人と男の人が話しています。問題6男の人は明日何をしますかタンさん、今日映画を見ませんかいいですね。 でも、これから図書館に行きます。それから、夜はアルバイトがあります。じゃあ、明日はどうですかはい、大丈夫です。じゃあ、2時に丸屋デパートで会いましょう。わかりました。問題6 男の人は、明日何をしますか G を見てください。男の人と女の人が話しています。問題7 男の人はどの電車に乗りますかアンナさん、山田駅から島の駅までどのくらいですか明日8時50分に駅前の病院に行きたいんですが。じゃあ時刻表を見ましょう。ありがとうございます。これとこれは ダメですね。うーん。あまり早く家を出たくないから、これにします。駅は広いですよ。病院に遅れますよ。そうですか。じゃあ、こっちにします。問題7男の人は、 どの電車に乗りますか3応答問題はじめに短い文を一つか二つ言いますそれから一人がそれに答えます1 二、三の中から一番いいものを一つ選んでください。文は一回だけ言います。問題だけ聞いて答えてください。では、例題をしましょう。例題一、おはようございます。1> 1 おはようございます。二、おやすみなさい。三、さようなら。例題二、お仕事は会社員です。一、私も会社員じゃありません。二、私も会社員です。三、 私も医者です。一番いいものは、例題1は1、例題2は2です。ですから、例題1は1を、例題2は2を、例のようにマークします。問題は8から 二十一まであります。では、始めます。問題八、うちはどちらですか一、こちらです。二、はい、そうです。三、京都です。問題 9. すみません、お名前は ?1、こんにちは。2、ベトナム人です。3、ちゃんです。問題10、部屋に誰がいますか ?1、誰もいません。2. 部屋にあります。三、いいえ、いません。問題十一、それは何の料理ですか一、ええ、美味しいですよ。二、スプーンで食べます。三、魚の料理です。 問題12この服は5万円です1辛いですね2高いですね3静かですね問題13その問題難しいですか ?1 え ちょうど、2、はい、もっと、3、ええ、とても。問題十四、コーヒーとお茶、どちらがいいですか一、ええ、いいですね。二、お茶、お願いします。 三、全然良くないです。問題十五、荷物持ちましょうか一、いいえ、結構です。二、いいえ、違います。三、失礼しました。 問題16旅行はどうでしたか ?1 楽しかったです2少なかったです3冷たかったです問題17田中さんはまだですか1 もう来ましたよ。二、よく来ますよ。三、時々来ますよ。問題十八、素敵な帽子ですね。一、履きますか二、見せてください。三、友達のです。 問題十九。ごめんください。いらっしゃい。どうぞ。一。そうですね。二。失礼します。三。いただきます。問題二十。これから出かけます。あ、私も。一。 もう行ったんですか ?2 じゃあ一緒に行きましょう。3また今度。問題21このケーキ食べますかいいんですか ?1 たくさんありますから2悪いですよ 今朝買いました4会話説明問題はじめに会話や説明を聞いてくださいそれから質問に答えてください一つの話に 二つか三つ質問があります。問題用紙の1、2、3の中から一番いいものを一つ選んでください。文は一回だけ言います。では、例題をしましょう。すみません。 頭が痛いですから今日は帰ります。わかりました。女の人はどうして帰りますか一番いいものは二です。ですから、例のように二を マークします。問題は22から31まであります。では始めます。1男の人と女の人の会話を聞いてください。 はじめまして、リーです。韓国から来ました。どうぞよろしく。佐藤です。どうぞよろしく。リーさんは留学生ですかい,いえ、会社員です。佐藤さんは私は医者です。近くの病院で働いています。そうですか。 問題22男の人はどこから来ましたか問題23女の人の仕事は何ですか 二、に男の人の話を聞いてください。私は毎朝七時に起きます。パンを食べて、紅茶を飲んで、それから出かけます。八時半に電車に乗ります。会社は 9時からです。昼ご飯は会社の食堂で食べます。食堂のカレーはとても美味しいですからよく食べます。時々お弁当も食べます。8時ごろ家へ帰ります。11時に寝ます。 問題24毎朝何時に電車に乗りますか?」。問題25昼よく何を食べますか 女の人の話を聞いてください私のアパートは部屋が4つあります私はリュウさんとタミさんと住んでいます私たちはいつも日本語で話しますリュウさんが 一番上手です子供の時日本に住んでいましたからタミさんは英語の勉強もしていますその時は私が先生です英語は私が一番上手です問題26 女の人は何人で住んでいますか問題27英語を勉強している人は誰ですか 問題十八。劉さんについて会話の内容と合っているのはどれですか4薬屋で男の人と女の人が。 話していますこの会話を聞いてくださいあの薬が欲しいですどうしましたかおとといから頭が痛くて昨日から熱もありますそうですかじゃあ この薬を飲んでください。白いのと赤いのがあります。白い薬は1日2回です。何時に飲みますか朝ごはんと晩ごはんの後です。はい。赤い薬はいつ飲みますか熱が高い時飲んでください。 食べた後ですかはい何か食べてから飲んでくださいわかりました問題29男の人はいつから熱がありますか 問題30白い薬は一日に何回飲みますか問題31熱が高いときどうしますか